女皇。女明、女皇。227年は、中国語漢末期から三国時代にかけての武将。義に仕えた。字は孔明。司令家等軍、要件。現在の三世少林奮死行動権の人。子は、ジョブタ、孫は、ジョハ。三国式士、長学奪り、女伝いに、つてがある。軍理となり、借機将軍。 用ささぐの続討伐に従い、一人に認じられた。李覚と各氏が対立し、長安を交配させると、徐行は、用ささぐに、憲定を連れて、落葉に戻ることを進言し、用ささぐはこの考えに従った。憲定は、黄河を渡って安優まで来ると、徐行を都帝校に封じた。落葉に到着すると、今度は、半明と、東初が対立を始めた。助行は、 要ささぐに、曹操へ基準するよう進言し、要ささぐも一時は、その進言を受け入れる気になっていたが、後に心変わりして曹操と対立した。曹操は、東明の策により針りで、要ささぐを討伐し、徐行は曹操に基準した。徐行は曹操に兵を与えられ、牧、原武の族を撃破して、飛将軍に任命された。検安三年、九十八年。 呂布征伐に従い、別動して、呂布の将の長所、リスーラを降伏させた。検案四年、百九十九年、シ官ンと共に型を破り、曹操に従い、劉備を破った。検案五年、二百年、延章との関渡しの戦いの序盤では、白馬で、元領を破り、野別では文州を破り、偏将軍に任命された。曹公と共に、 今日の族の宿肥地を攻撃し、これを破った。炎章との戦闘が、こ着状態になると、曹操は、順勇の進言に従い、徐行と士官を派遣し、炎章軍の輸送隊を腰で攻撃させ、数千台の穀物輸送車を焼き払った。最大の戦果を上げたとして、都弟校に封じられた。安年、4年4月、曹操が行方を破ると、 駅明の県令の官藩は、降伏を申し出てきたが、後に前言を翻し上にこもって抵抗してきた。女皇は、曹操の命令でこれを攻撃することになったが、上中の官藩に破みを送り、事情を話して、降伏を流すと、藩藩はすぐに降伏した。女皇は曹操に対し、駅明を攻め滅ぼすと、他の城は上がって、曹操に抵抗するようになるだろうから、 駅明の降伏を許可するように願いで、曹操の賛同を得た。別軍の指揮を取り家城を攻撃、伏兵を用いて三つの栄を撃破した。県安十年、205年に1月、南皮の延旦討伐に従い、平原の賊を討伐した。県安十二年、207年、曹操が富を攻撃するため穴木城に遠征すると、これに従い、横の将軍に任命された。 県安十三年、二百八年、慶州政党にも従い、別軍の指揮を取り、藩に駐屯し、中路、林祖、義城の俗を聖罰した。万朝と共に、関羽を、関津に討伐し、僧人と共に、公領、南軍で周囲を攻撃した。当時、女皇は、右近、長領、学臣、長と共に名称と謳われており、 曹操が征伐に出るたびに5人が交代で、進攻の時は先鋒となり、撤退の時は殿軍となっていた武金伝。検安15年、210年、河口縁の指揮下で、大元の反乱を征伐し、大量を包囲し陥落させ、俗の商用を切った。検安16年、211年、馬長、関水が関右で反乱を起こすと、 曹操は女皇に命じて、川陰に駐屯し、加藤を沈沈させると同時に、牛と酒を与えて、女皇の先祖の墓を祀らせた。曹操は道館まで来たが、黄河を渡れないことを懸念した。女皇は、ホハンツを渡り、敵の背後に陣地を作る策を提案し、精鋭を仮任務に就くことを願い出た。女皇は四千人の不評と騎兵の指揮をとり、ホハンツを渡り陣地を作り、 作業を妨害するために五千人の不評と騎兵と共に野衆をかけてきた両境を破った。曹操は甲賀を渡り馬長らを撃つことができた同館の戦い。女皇は過去縁らと共に大鹿の帝族を討伐し、曹操と安定で落ち合った。建安十七年、二百十二年、過去縁らと共に、都下洋の反乱の残党を討伐した。領境を切り、 三千余の家を降伏させた。建安二十年、二百十五年、漢中の長路討伐にも従い、アダ・エビスの帝族を討伐し、すべてを降伏させた。タイラ・アダ将軍に任命された。将軍の長順の包囲を解き、賊の陳福らの三十余の遁�営を攻撃し、すべてを打ち破った。漢中を平定した曹操は、行に帰還したが、過去縁、長、 ジョコーらを南帝に残存させ、傭兵で劉備を防がせた。剣安十三年、二百十八年、劉備は武将の陳式に命じて、バナルカクカイドウを防がせたが、ジョコーはこれを攻撃し、破り、多くの兵が三夜に身を投げて死んだ。曹操はこの戦果を喜び、ジョコーに仮接すると共に布告を出し、その成果を大いに剣伝した。安年、 二百十九年、加去をが戦死すると、曹操は後に自身で傭兵まで申請したが撤退し、艦中の諸軍も撤退することになった。女皇は、曹操の命令で、慶州へ向かい、関羽の攻撃を受けている曹人を救援するため宛に、駐屯した。半城の曹人と上洋の両津はいずれも、関羽の包囲を受けており、先に救援に出向いていた、武金の七軍も、 川の氾濫により降伏を余儀なくされるなど不利な戦況であり、女皇の率いていた兵士も新参者が多く、関と戦うのは難しい状況にあった。女皇は軍を前進させ日美佐佐日に進撃したが、長元の進言に従い、女皇は独力での攻撃は行わず、さらなる援軍を待った。早々からの救援軍である、旅券、徐将の軍と合流し、 炎上の賊と対峙した。ジョは残豪を掘り、敵の背後を立つ姿勢を見せると、敵は、頓栄を焼き払い撤退した。ジョは、炎上を手に入れると、両面二陣を連ねて徐々に前進し、関羽の包囲陣の三上ほどまで来た。曹操から、新たに、印象、主外ら合計十二頓栄の軍が、増援として付けられた。カウの軍は、かこい頭と四つに頓栄を築いて、いたが、 ジョコは囲い頭を攻撃すると見せて、実際には四つを攻撃した。関羽が自ら不評と、騎兵五千人を率いて四つの救援に出向いてくると、ジョコはこれを打ち破った。敵の中には自ら水に飛び込んで死ぬ者も,もいたという。曹操は、世は三十年以上も兵を用い、古の戦上手な将を数多く知っているが、このようにチョークして、 敵の包囲網に突撃した者はいなかった、チョーク直入、口実の女皇に由来する、古事聖言。しかも繁盛における状況は、縁が、聖の虚、即隅を包囲した時以上に困難なものであった。将軍の功績は、孫部、柴実のるそにも勝るものであろうと、布告、老女皇令を出し、女皇を褒め叩たたいたという。女皇の軍が、曹操の本営である、麻痺にたどり着くと、 曹操は七里先まで出向いて、これを出迎え、この戦勝を、祝い縁を催し、徐行に酒を進めて、彼をいたわった。この時、他の軍勢も集結していて、多くの軍の兵卒たちは持ち場を離れて、騒いだりしていたが、徐行の軍だけは、将兵が整然と陣についていて、持ち場を離れることが皆無だった。これを見た曹操はますます、徐行を厚く信頼し、徐行には、 周都合の風格があると称えたという、繁盛の戦い。総比、文帝が、義王になると、学臣の後任となる、右将軍に昇進し、合行に、進む風した。総比が、前兆により、定位につくと、故郷の要件を放置とされ、要行に、進む風した。加古をなおとともに女王で、劉備軍を打ち破った。女皇は傭兵を鎮護し、傭兵公に、 改め封された。官を廃止させて、南軍、香料を奪い取った孫賢は、一時期が放棄していた、城陽も占拠し、武将の、人将に、守備させていた。女皇は、孫人と共に、人将を破って、城陽を奪回した総、孫人伝。宗英明帝の時代には、呉の諸葛金の攻撃を防ぎ、200個を加造されて3100個となった。 対話元年、二百二十七年に病死。病気が重くなると、普段にのまま葬ってくれと遺言した。僧帽と送りなされ、この除外が後を継ぎ、その死後は、孫の除派が継いだ。また、明帝は領地を分割し、女皇の子孫二名を劣行に封じた。生死四年、二百四十三年秋七月、双方、西王は、長直を下し、曹操の病庭に、 後進二十人を祀った。その中には女皇も含まれている、聖王記陳寿は、早々在世時に最も功績があった将軍として、長領、学信、右近蝶、女皇を一つの巻に収録しており、女皇はその末席に位置づけられている。儀書は、女皇が捕虜の中から抜擢され、スケイの地立公して名称となったことを、 曹操の人物眼が優れていたことの例えとして挙げている。曹の兵法家言えリアズは、中国歴代の名称を選定した百姓の一人に選び、四つかの戦いは、孫子の前後者、敵淵そのところ守る、虚実編を体現したものだとしている。十七四百、昇伝。う進むは、要塞随筆で、貨兵で大軍に勝利することで方面を守った。 例として、長領が孫権を皇妃に走らせ、各順が職軍を傭兵に拒み、女皇が官を半口に向けたことを挙げている。女皇は武功を挙げてもおごる素振りは見せず、常に、昔の人はよく名君に出会えぬことを嘆いたものだが、わしは幸運にもその名君にお会いすることができた。だから、功績を挙げて、この幸運に応えなければならぬ。 個人の巧妙など何ほどのこともないと言い、最後まで私的な交際をしなかった。傭兵では患者を使った情報収集を重視し、常に敗戦時の対策を念頭に置いて戦いを進めるなど堅実であったが、その一方で後期と見るや、配下に食事の暇も与えないほどの猛烈な追撃を行うこともった。小説、三国支援では、 王うのを愛用する武将として登場する。孟宗公は、長領と徐公は皆大将の才があり、ゆえに、観光、関羽と親友であったとしている。要捧ぐ配下の猛将であったが、曹操の計略と満潮の説得により、要捧ぐから離反し、曹操配下の武将となる。白馬、の別の戦いでは、炎将軍の武将である岩領、文州の武勇に圧倒されるが、 関羽に救われている。関中の戦いでは、副将の大平と意見が合わずに衝突し、結果として大平が、劉備軍に寝返ったことに激怒する。大平が、徐皇の副将という話は、創作など、少々短気な面も見せるが、慶州の戦いでは、官兵と打ち合って三、四号で敗走させ、関羽と一気打ちに及んでいる。この時、徐皇は、関羽殿には、 昔から随分いろと教えてもらっています。恩義は忘れたことがありません。しかし私の恩義と公の主君の命とは別でござると言い,い、八十四号も打ち合った末、怪我をしていたとはいえ、勘を一気打ちで退けてる、演義第十六回、女弘明王いに、弁水に戦い、関雲町、文儀城に敗走す。最後は、生死三国志で病死した翌年、かつて、 触診だった毛達が再び起参する動きを見せたために、芝居がその討伐に当たった時、たまたま遭遇して同行したが、初戦で毛達が放った矢が額を貫き、大量出血で絶命するという設定になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。